憲法第93条に基づき制定された国民経済諮問会議法によって1999年11月20日に設立された大統領直属の諮問機関かつ憲法機関国民経済の発展のための戦略と主要政策の方向樹立国民の福祉増進均衡発展のための制度改善と政策樹立内外の経済的懸案 課題に対する政策樹立に関して、大統領の諮問に応じることを任務とする。諮問会議は、議長一人、副議長一人、当然職員五人以内、委職員三十人以内、指名委員で構成される。このうち議長は、大統領が務め、当然職員は、企画財政部長官、大統領室の経済業務を補佐する、秘書官、金融委員長、 大統領室長が任命される。委職委員は国民経済に関する学識と経験が豊富なものの、中より大統領が任期1年で委職し、このうち1人が副議長になる。指名委員は諮問会議に上提された議案と関連して、その会議ごとに大統領が指名する。当然職委員、委職委員は専門知識によってそれぞれ分野別会議である。 マクロ経済会議、産業、通商会議、福祉、労働、環境会議、外国経済人会議、経済政策協議会、金融ハブ会議、物流経済自由区域会議、対外経済委員会、不動産政策会議の委員に移植される。ただし、経済政策協議会は当然職員のみで構成される。また、分野別会議には、 専門家よりなる支援班を置いている。諮問会議運営支援などの事務を処理するために、大統領室の経済業務を補佐する、秘書官がなる、幹事委員一人を置いている。ありがとうございます。